こんにちは、カンヌです、今日もですね、オリジナルのタオルを作ろうと思ってるあなたに向けたワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います、今日はですね、染料のプリントなんですけども、オリジナルのタオルで作った場合のこの染料のプリント、やっぱり一番ね、プリントの中でも色ブレがするんです。でこの色ブレをするのにどのようにしてね、うまいこと上げていくんだろうと、どうやったらうまくできるんでやろう、どうやったらいいかなっていうのをお教えしたいと思うんですが、実はこれがね、染料のプリントのタオルなんですね。でやっぱりね、ベースになるこの色っていうのはやっぱり一番気になりますね。でどうしてもこの紺色っていうのをこのように綺麗に出したいっていうことでしょうけども、なかなかねやっぱりうまくいかない場合もあるんですね。でどうやったらいいかということなんですけども、必ずねサンプルをあげたらいいんですね。色構成のサンプルを作る、でこれがやっぱり一番大事なところなんですね。で色構成のサンプルを作って、その色データを取っておく。で、お客さんにまあ見ていただいて、ちょっと、若干色をもうちょっと濃くしたいとか、もうちょっとこっちの方に振ってほしいとかいう要望がね、お客さんの方からいただけると思うん でそれに合わせて今度は本ちゃんを作る。まあ2回3回サンプル作っていくと費用もかさむんでね、それはなかなかねやめといた方がいいし、避けた方がいいんでしょうけども、まあ1回はですね作って、でそれに対してもうちょっと濃くとか、もうちょっと薄くとか、そういった指示でやっていく。まあこれが一番ね、間違いない方法になりますので、ね、必ずサンプルを作るということで私どもに言っていただく、まあ、そのように頭に置いていただいて、まあ、納期的な管理も大事になってきますので、その辺を、ね、作っていくと間違いなくできると思います。よろしくお願いします。